にちは。天皇杯2回戦勝利おめでとうございます。負けたら終わりのカップ戦なので、結果が全てです。まあ、本日試合を直に見れていないので具体的な採点は控えますが、チャンスは多く作ったようですね。まあ、もっと決めきるべきところは、決めるべきところは決めてほしかったなと思います。 SNS で情報は追ってました。まあ、合格点、まあ、パッと見て出せるのが小幡と中山ですかね。ジョージは惜しいシーンもたくさん作ったようですが、実際にゴールなりアシストなり結果出さないと評価されないので、本当に結果にこだわってください。早くスタメンを取ってほしいと思ってます。菅原もがむしゃらにやってくれたようで好感です。4より菅原が見たいって、空当てたいって思わせるような出来だったら、もっとリーグ戦でも菅原が見たいと思います。そして次が明さんの古巣、強敵岩田戦ということで、絶対に負けられない今季の一番になります。ジュビロの選手たちも、マキラさんと関わりのあった選手、関係者はかなり気合い入っていると思います。まあ、仙台も岩田と関わりのある選手や明さん自身がかなり気合い入っていると思うので、しっかり結果で、勝利という結果のみで見せつけてほしいと思います。今季全体を見たときに、次から始まる岩田、山口、徳島、山形、清水、まあ、この5連戦がかなり重要かなと思います。それに加えてその後の栃木、名古屋、金沢の3連戦も加えた合計8連戦が、本当に今季の明暗を大きく分ける試合になるでしょう。次の岩田戦、絶対勝たなければいけません。岩田は、ある意味、仙台と試合するために今季やってきたのかもしれません。それほどの気合い入った相手に、明さんどう向き合いますか？もう開始から仙台が圧倒するぐらいじゃないと勝てませんよ。岩田は、まあ、今季 PK の数も多いので、ペナルティーエリアで浮かずに触ったり後ろから足引っ掛けたりしないように要注意です。シュート技術もあるので、ディフェンスは切るコース、立ち位置もよく考えてほしいと思います。仙台はセットプレーもっと練りましょう。岩田には聞きますよ。相手がすごい格好で臨んでくるので、仙台はそれ以上のメンタルとプレーで跳ね返しましょう。特に結果が出ていない若手の選手、もう後先考えずにやってください。もうアドレナリン全開でやってもらいたいです。まあ、象徴的なのが、ベストアウォーズでベストゲームに選ばれた、
まあ、仙台と川崎の2011年の試合ですね。あれくらいもう目の前の試合だけに足つっても交代するぐらいの執念でやってほしいです。まあ、変に計算して力を抑えるような選手っていうのは、まあ、結果出すの難しいでしょうね。まあ、仙台が今失点少ないですが、相手のミスに救われている部分もあるので、しっかり岩田を分析していろいろな修正とどう攻略するかっていうのを見出してほしいと思います。相手の選手かなり気合入ってます。それでは今季の一番、絶対に勝ってください。お願いします。